さっきはその次期当主様のせいでお見苦しいとこを見せちゃって。あざになってねえか。あいつマジで容赦ねえ。ジェシカ、何か言ったかい？何も。もう十分懲りたって。あいつ、その上地獄耳だな。ようやくリオンってやつが理解できてきた。そう、昔から妙に勘が良くって、その上ほら大人受けが妙にいいし、私は家でも学校でも比べられてる。そういえばリオンは中学も高校も生徒会長だったね。バドミントンの部長もやってたよね。行く先々でリオンと比較されてひでえ目にあったというわけだ。私は中学に入って行ったぜ。その時はもう副会長やってた。来年は生徒会長になる気だろう。私の肩身が狭くなるからやめてくれって。でも翌年にちゃっかり立候補して当選しちゃいやがった。高校でもそう、今度こそやめてくれって言ったのに、その時点でもまた副会長で、また3年になるのと同時に会長になりやがった。父さんはチヤホヤチヤホヤ、母さんはあなたも妹として恥ずかしくないよ頑張りなさいってチク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 。でもそんなリオンの妹であることを誇りにも思ってるんでしょ。別にそんなこと思ったことはねえぜ。ああねえぜ、全然ねえぜ。上が完璧だと息もつまらん。だが他人は他人、お前はお前だ。何も萎縮することはない。お前のしたいように精一杯好きにしたらいい。もちろん。でも母さんたちは後ろ宮リオンの妹として恥ずかしくないよ後を引き継げってうるさい。生徒会に入れだの、バドミントンやれだの。軽音楽はやっていないのか。それは秘密内緒。俺は好きだぞ、ペッタンペッタンとかスイーツスイーツとか。そういう生き方が一番だ。謳歌しろ、青春を。そりゃどうもありがとう。今度はお前たちに話が聞きたい。さっきマリアちゃんとしていた。そうだ、ベアトリーチェについて知っていることを聞きたい。マリアちゃんはオカルトや魔女のことが大好きだからね。彼女にとってベアトリーチェはアニメのヒロインと同じ憧れの存在なんだよ。何か些細なことがあるたびにそれを魔女の魔法によるいたずらだと信じてる。お前は大人だな。そしてそうは思ってもマリアには絶対に言わないところも大人だ。当然さ、子供の夢は子供の時にしか見られない。その貴重な経験を尊重するのが大人の仕事だと思ってるよ。お前とは話が合いそうだ。
なるほどな。分かってはいるが複雑だ。ベアトリーチェの葬儀に参加しておいてこんなことを言うのも申し訳ないけれど、僕も説明できるほどベアトリーチェという人物のことに詳しくないんです。申し訳ない。その話はここに住んでるジェシカちゃんの方が僕よりももう少しは詳しいかもしれない。そういえばジェシカちゃん、こちらの方を紹介したっけ？いや、実はまだ。お客様がいらしてるってのに尻ばっかつねるどっかの誰かのせいできちんと挨拶もできなかったぜ。はじめまして、ジェシカと申します。本日は後宮家へようこそ。いや、そのお日柄もよく、そのイラードだ、ウィルと呼べ。何かおかしいことをしたか？いや、その、全然、お前の知っているベアトリーチェの話が聞きたい。ベアトリーチェのことだっけ？話してもいいけど、その約束してくれる？絶対に笑わないって。今にして思うと、そのきっと寝ぼけてたんだと思うから。お前は何を知っている？笑わない。聞かせろ。いいよ。どこから話そうかな。だろうな。年に何度も来ない親戚連中ならともかく。そういうこと。だから親族会議になると親戚たちが必ず肖像画の前で決まってベアトリーチェの話をする。だから定期的に思い出させられるのさ。マリアちゃんは本当にベアトリーチェが好きだな。おじい様が肖像画を掲げて以来大喜びみたいだ。あれ、エンジェは？キリエおばさんと薬を飲みに戻ったよ。エンジェは本当に体が弱えな。バトラとは大違いだぜ。緊張すると体調を崩すタイプなんだよ。僕も昔は遠足の日や映画の日なんかに限って体調を崩したりしたもんさ。それに比べたらマリアはタフだぜ。新島からこっちに来るまでの間ずっとベアトリーチェの話三昧さ。ここしばらくずっとだけど、ちょっと行き過ぎだよな。いいんじゃないかな。子供の想像遊びだよ。
ジェシカちゃんは子供がサンタクロースに会ったことがあるって言い出したら嘘だって言っちゃうのかい？まあそこまでは言わねえけどさ。申し訳ないね、諸君。当主様は高尚な研究で大変お忙し、昼は書斎で取られると仰せだ。それでは皆様、ランチを始めさせていただきます。遠方よりお集まりの皆様をおもてなしできるよう、この豪だ腕によりをかけてご用意させていただきました。かわいそうに、豪だ。後でキリエさんに相談して、お粥のようなものを用意するように。ああ、気を利かせてくれてありがとう。本当にすまねえな。どうも緊張に弱い子みたいでな。幼いうちはそんなもんや。吐いたりしないだけ可愛いもんやで。ジョージはよく吐いたわね。昔は本当に病弱だったのよ。ねえ。昔の話は許してよ。食事時にする話じゃないよ。エンジェかわいそう。こんな美味しいご飯なのに食べられない？かわいそうにな。元気になったらその分いっぱい遊んであげようぜ。うん、ダメ。マリアとは遊べない。なんだよ、どうして？だってマリアはベアトリーチェと遊ぶんだもん。だからエンジェとは遊べない。ベアトリーチェと遊ぶって、またどっかに一人で行ってぶつくさ独り言を言いながら本を読んでるだけだろ。うん、一人じゃないよ。ベアとも一緒だもん。ジェシカはかわいそうだね。毒素の塊だもの。ベアとはまだまだ魔力が弱いから、ジェシカの前になんか現れたら焼き散らされてしまう。でもね、いつかきっとジェシカの前にも現れてくれるよ。うん、誰の前にも。そして黄金鏡の扉を開いてもらうの。でも招かれるかわからないね。だけどマリアだけは連れて行ってもらえるの、黄金鏡に。でもジェシカはダメだよ。ジェシカはダメ。ベアトリーチェのことをバカにする無知猛まい愚まい曖昧愚かも極まれりの汚らしい毒素まみれの人間風情。ベアトリーチェのことをバカにされた時のマリアと来たら、まるで別人さ。マリア二重人格説なんてのもあったな。二重人格？ああ、そいつは多分ぴったりな表現だろうな。あるいはそれがマリアにとっての理想の人格だったのかもしれない。自分のなりたいもう一人の自分を生み出すの話か。え、なんで私のモットーを知ってんだよ。難しく考えるな。頭痛になら。
誰だって自分が本当になりたい自分があるんだ。でもなれない。生活やしがらみの中に今の自分がいるからこそ、今の自分を変えるなんてことできやしないんだ。そうだな。自分を変えるとは環境も変えるということだ。それは容易なことじゃねえ。だから私は今の自分はそのままに、本当になりたい自分をもう一人生み出すことを思いついたんだ。両家のお嬢様であることを強いられ、窒息しそうな日々にお前はなりたい自分を見出した。だからって家で破天荒はできないさ。母さんに怒鳴られるのがオチだぜ。だからそうした。家にいるおとなしく親の言うことを聞く私に加え、本当になりたい私をもう一人生み出したんだ。家ではおとなしく親の言うことを聞き、表ではやりたいようにやる。正しい生き様だ。胸を張れ。ありがとう。まあそのつまり、なりたい自分ってのはその気になりゃ案外作り出せるもんなんだよな。マリアも同じなんだろうと思った。あの、興奮してまくし立てるマリアもそうだというのか。あれこそがマリアのなりたいマリアなんじゃないかなって、そう思うことがあるよ。親族で一番の年少で可愛がられてはいるが、尊敬されているわけではない。何を知っても覚えても、そんなのは親族の誰かが知ってる。マリアに威張れることは何もない。私たちはマリアが何かを覚えるたびに微笑ましく褒めてたつもりだけど、ひょっとしたらそれが彼女を傷つけていたのかもしれない。マリアは何かの権威になりたかったということか。だからマリアが誰も知らないオカルトに関心を持ち、その知識を深めていったのは容易に想像できる。多分マリアにとっての理想の自分というのは、みんなに尊敬されるオカルトの権威の自分なんだ。普段の生活でオカルトの話ばかりしていたらローザに撃たれるからな。お前がそうであるように普段はもう一人の自分を隠しているというわけだ。私はこんな時のマリアをそうだと思ってる。いや、本当の自分が普段の自分を塗りつぶしてしまったと言うべきかな。私もそういうのをちょっと覚えが。真相の霊場に憧れて病弱な自分になれたらいいなと思って、咳する真似ばっかしてたら悪い癖になって。咳込めば周りが優しくしてくれるからか。いや嫌な話の流れになった時とか、空気悪い時とかに流れを断ち切れるし。なるほど。それもまたお前のなりたいもう一人の自分なんだな。この話は内緒で頼むぜ。話が脱線したか。まあそんな感じで、ローザおばさんが戻ってくるまでマリアは癇癪を起こしちゃって、よせばいいのに私も売り言葉に買い言葉で返しちゃって。ベアトリーチェなどいるわけないと。そんなとこいるもんなら会わせてみろよって。マリアが大泣きしだした頃にはさすがに失言が過ぎたかと後悔もしたぜ。それで親族会議自体は私が一方的にマリアに対しギスギスして終わり、マリアはケロリとしてたよ。一人でどこかに行ってまたベアトリーチェと一緒に遊んでたうんぬんと楽しそうに語ってたから、私を含め誰も頭ごなしに否定したりなんかしない。もうそういうものなんだと思って聞き流して無視してるってのが正解さ。親族会議の話はそれで終わりなのか。この話自体はね、私がしたいのは
これが終わって親族がみんな帰ってからの話さ。おやお嬢様、どうなさいましたか？お暗い顔をして。ああ、熊沢さんか。いや別に大したことは。親族のみんなは無事に帰ったかな？時間通りならもう新島の空港に着かれているでしょう。お嬢様もお疲れ様でございました。私は何もしてねえぜ。使用人のみんなも本当にお疲れ様。昨日のマリア様との喧嘩をまだ気にしておられるのですか？まあね。子供の言うことではありませんか。お嬢様ももう高校生なのですから、深く気にすることもないでしょうに。熊沢さんはマリアのあれ、子供の言うただのザレ事だと思ってる？ベアトリーチェ様のお話でございますか？熊沢さんもベアトリーチェ様と来たもんだ。ベアトリーチェなんて私たちが森へ行かないよう大人がでっち上げた階段だぜ。それをいつの間にかマリアが面白がって本当にいるかのように振る舞い出しやがった。そんなことを言っては罰が当たりますよ。ベアトリーチェ様はいるのですから。だからさ、そういうのダメなんだよ。生理的にジョージ兄さんの話じゃねえけどさ、サンタなんかいるわけねえとまで騒ぎはしねえぜ。だからってサンタが本当にいるわけじゃねえ。それは間違いですよお嬢様。間違い？はい、万物八百万には神様が宿っておられます。同じようにこの島、このお屋敷にはベアトリーチェ様が宿っておられるのです。神様と同じくベアトリーチェ様も敬っていれば何も害はなしません。お嬢様の言うようにいないも同然でしょう。しかし敬いを忘れれば必ずや罰が当たります。これは何もベアトリーチェ様に限ったことではないのですよ。ふん、罰が当たるなんて上等じゃねえか。会えるもんなら会ってみてえぜ。お嬢様、そんな罰当たりではいけませんよ。お嬢様、本日はお疲れ様でございました。シャノンにゴーダさんさ、ベアトリーチェの話は知ってるよな？え？まあ存じているといえば存じておりますが、それが何か？ぶっちゃけ聞くぜ、いるの？そんなお化け。いるかいないかと言われればそれはいないでしょうが、多分。私はきっといらっしゃると思います。どうしているって？会ったことあるの？直接会ったことがあるわけじゃありませんけど、その…ゴーダさんだって会ったことあるわけじゃないだろ？もちろんですとも。しかし…まあ…ちょっと待った。今の話をもう一度。え？と言いますと？貴賓室の話ですか？
そう、今の貴賓室の話面白いぜ。貴賓室には午前2時に入ってはいけないですか？午前2時にはベアトリーチェ様が貴賓室にお戻りになるので近づいてはいけないですか？そうそう、それそれ、面白いぜ。どの話もベアトリーチェらしきものを見たの聞いたのって体験談ばっかだけど、その話は違うぜ。午前2時に貴賓室に行けばベアトリーチェ様にお会いできるってわけだ。それはどうでしょう。お嬢様、ベアトリーチェ様を悪く言った使用人にはたたりがあると言われています。ましてや貴賓室はベアトリーチェ様のお部屋。いくらお嬢様でもそれはおよしになられた方が。貴賓室って今は鍵がかかってるんだっけ？鍵はキーボックスにあったでしょうか。多分源氏様がご自分の席にしまわれていると思います。マスターキーでも開くんでしょ？貸してよ。そういうわけには、その参りません。お嬢様、好んで不吉な場所に近づくことはありません。おいおい、人の家を勝手に不吉にするんじゃねえぜ。とにかく私は決めた。マスターキーが貸せないなら貴賓室の鍵はあるでしょ。貸して。お嬢様。ベアトリーチェが本当に貴賓室に現れるかどうか肝試しをしたというわけか。そんなとこだぜ。しかし私は何を意地になってたんだろうな。年端もいかないマリアとの喧嘩を引きずってたに違いない。行くか。悪いが私も意地だぜ。
バカにすんじゃねえぜ。ここまで来て今さら引き下がれるかってんだ。あった。今何分だ？なんだよこれ。お供えかよ。気持ち悪いぜ。バカしいぜ。たたらないでくださいって柏ででも打つのかよ。
へいへい、取るぜ、取ってやるぜ。ああ、驚いたとでも言えばいいんだろ。もしもし。ああ、ベアトリーチェ、こんにちは。え、マリア？もしもし。この間は楽しいお歌を聞かせてくれてありがとう。だからお返しに、マリアもベアトリーチェに歌をね、習った新しいお歌を歌うね。マリア、もしもし。ちょっと待てよ、歌うのやめろよ。何なんだよ、わけがわかんねえぜ。もしもし。なんだよ、なんでねえんだよ。嘘だ。人形は結局見つかったのか。物陰からベッドの下まで探したさ。それこそ中に入り込んでまで。でも見つからなかった。一体あの部屋で何があったと考えてる。ベアトリーチェ様のたたりなんて思いはしねえぜ。あるいは使用人の誰かのいたずらだったかもしれねえ。いたずら？マリアの声はあらかじめカセットテープにでも取ってあって、それを午前2時ちょうどに電話して再生ボタンを押した。そしてほどほどのところで配電盤か何かで停電させた。それからあらかじめ貴賓室のどこかに隠れてた誰かが気持ち悪く笑いながら人形を持って出て行った。そう考えりゃ辻褄は合うぜ。釈然とはしてないようだな。そりゃそうだろ。だってこれが私を脅かすためのいたずらだとしたら大掛かりが過ぎるぜ。
魔女のたたりなんてあるわけもねえぜ。でもよ、人間のいたずらだと考えて、それだけの人間が緻密に示し合わせて私を驚かせるためだけに何時間も暗闇で待ち構えてたって考える方が私はよっぽど薄気味悪いぜ。同感だな。いっそたたりの方がマシだ。そのことを後日使用人たちには聞いたのか？聞いたってとぼけるに決まってるぜ。それに最低3人だぜ。あの日は源氏さんと郷田さんと熊沢さんとシャノンの4人が泊まってた。そのうちの3人があんな薄気味悪いいたずらに加担したってのか？わけわかんねえ。だから私は聞けなかった。うん。今でも使用人たちがお前をはめたと信じてるか？いや、多分ビビっちまった私の勘違いなんだよ。きっと人形はどこかに転げ落ちて、私がたまたまそれを見つけられなかっただけなんだ。全て気のせいだったと言いたいのか？人形が消えた以外何の変化も証拠もない。マリアにも後日聞いたけど、歌のことも電話のことも知らないと言われた。とぼけたのか本当に知らないのかはわからないけれど、とにかくあの晩のあの出来事は私が確かにあったと言い張ってるだけで何も証明することができない。皮肉だな。たとえお前が本当にベアトリーチェに会ったと言っても、それを証明できないのと同じだ。しばらくはショックだったけど、時間が経ってあれは臆病な私が落雷か何かで一瞬だけ停電したのにびっくりして、庭木の枝がちぎれてバサバサ落ちる音を誤解したんじゃないかなって思えるようになった。笑い声は？変な鳥の鳴き声とか、とにかくそう聞こえてしまう何かの聞き間違いだったかもしれねえ。私は強がってるだけで、本当は信じられないくらい臆病だったんだ。だからあんなことがあったように誤解してしまったんだ。そう考えるようにして、あの晩のことを忘れようと自分に強く言い聞かせた。全ては闇の中か。人間忘れようと思えば結構できるもんだよな。以来ベアトリーチェという言葉を聞くたびに嫌な気持ちがこみ上げる。でもそれを顔に出さないように努めてる。うん。おしまい。私に話せるのはこの程度の話だけだぜ。情けない話だから誰にも内緒に。私がビビリだったって誰にも知られたくねえからな。わかった。最後に一つだけ質問したい。貴賓室のことで？違う、食堂でのことだ。食堂？お前の会談の直前の親族会議の日、食堂には親族全員が揃った。ああ、当時はまだバトラは戻ってなかったけど、それ以外は全員いたよ。もちろん爺様は除くぜ。エンジェは腹痛で空席だったな。それはお前の隣の席だな。そうだぜ。それはお前の右の席だったか？そうだぜ、右の席だよ。それが何か？ん？ん？あれ？おかしいな、どうして右？十分だ、無理に考えるな。頭痛にならどうしたんだい？ジェシカ、何を悩んでるんだい？いや、その右左、うん、おかしなジェシカ。どう、オービル、ジョージ兄さんやジェシカに何か聞けました？まずまずだ。ベアトリーチェの会談はなかなか面白かった。会談？どんな話ですか？午前2時の貴賓室にベアトリーチェの亡霊が現れるという話だ。なかなかおっかない話だったぞ。初耳です。誰が言い出した話か知りませんけど、仮にも当主様の恩人を会談にしてしまうなんて
失礼な話ですね。模範解答だな。何か？リオンは碑文はわかるか？碑文？何の話です？ベアトリーチェの肖像画のところにある例の碑文だ。すみません、何のことかさっぱり。懐かしき故郷を貫く鮎の川。何ですかそれは。お前の、いや、この世界には肖像画はあるのに碑文はねえのか。玄関ホールに掲げられてるベアトリーチェの大きな肖像画は私だってもちろん知っています。しかし碑文の話は分かりません。何の話です？面白い違いだ。リオンはずっと六軒島で暮らしてきたの？無論です。それが何か？子供の頃、森には近づくなと脅されてたはずだ。ええ、迷子になって危ないから決して近づくなと昔から。森には魔女が出ると？魔女？何の話です？黄金の魔女にして六軒島の夜の支配者ベアトリーチェ。ベアトリーチェはおじい様の恩人です。それを魔女だか妖怪だかのように扱うのは少々失礼かと思いますが。魔女のベアトリーチェは知らないと。黄金と共に潜水艦でやってきたベアトリーチェと隠し屋敷で育ったその娘の話は知っていますよ。あなたと一緒にさっき知ったではありませんか。それがいつ魔女になったんです？なるほど、そうきたか。では森に入ると何が出ると脅された？森には狼が住んでるから近寄るなと。魔女でなく狼か。なるほどな、面白い。私は面白くありません。何の話です？魔女って何のことですか？こっちの話だ。最後にもう一つ聞きて。どうぞ。親族会議の食堂でお前の右には誰が座ってる？私の向かいは妹のジェシカ、その次の序列はエヴァおばさんの息子になります。だからジョージ兄さんですけれど。それが何か？なるほどな、紛らわしく入り混じってやがる。だが面白い。私には全然さっぱりですが。